より多くの人に大腸がんについて関心を持ってもらおうと、都内をウォーキングしながら大腸がんについて学べるイベントが行われました。このイベントは大腸がんに関心を持ってもらおうと開かれたもので、都内10キロをウォーキングしながら皇居や日比谷公園に設けられたポイントで大腸がんについてのクイズに答えていきます。主催者によりますと、大腸がんはこの20年で死亡者数が2倍に増え、およそ11万人いるとされ、現在女性のがんの死亡原因の1位となっています。進行するまで自覚症状がないため、早期発見には便の鮮血検査など定期検診が何より大切だということで、リスクの高まる40歳を過ぎたら検診を受けてほしいと呼びかけています。